こんにちは、吉田さん。最近ね、暗号通貨がすごく値上がりしてきて、その中でもね、まあ、私の情報発信受け取ってるくださる方は ADA っていう暗号通貨をお持ちの方が多いんですよ。それでここ昨今ですね、この1ヶ月多いお問い合わせがですね、 ADA が値上がりしたんで換金しようかと思うんですけども、パスコードを忘れました、どうすればいいんでしょうかって質問なんですよ。これね、パスコードを忘れると日本円に換金できずに、そのまんまその含み益は永遠に空中をさまようことになるんですよね。ですんで残念だったねって話なんですよ。でここで何がいるかっていうと、人っていうのはですね、この肉体の内側にあるもの全てが財産なんですよ。肉体の外にあるものって全く意味をなさないんですよ。今回の例で言うとですね、自分の肉体の外にはもしくは暗号通貨っていうものがあるでしょう。お金っていう財産があるでしょう。でもその財産がどういうふうに管理すればいいかっていう考え方は自分の頭の中にあるわけですよね。だから内側なんですよ。せっかく目の前に大金があっても内側が整ってないと、パスコードを忘れましたみたいな、こんなことでですね、もうそのお金っていうのは不意になるわけなんですよ。でもですね、内側にある考え方が整っていれば、まあ、たとえね0円でもそこから這い上がっていくんですよ。漫画家の松本零士さんはとても、貧乏な生まれで、いつもね、電車を見たりとかね、それから軍艦を見たりとかして過ごしていたそうなんですよ。で紙の上に漫画を描いて自分の人生がスタートして、いまだに漫画を描いてるんですよね。巨万の富を得ています。絶大なる人気を誇っています。いろんな宇宙のストーリーを私たちに届けてございました。まさかね、もしかしたら銀河鉄道999って本当にあるんじゃないだろうかとかね、それを模した鉄道が走っていたりとかね、いろんなイベントが開催されたりとか、すごいですよね。一人の人の発想がここまで世界に広がるっていうのは。で、孫正義さんもすごく極貧の家で育ったそうですよね。で金持ちになるために何をすればいいかってことは自分の内側で考えてるわけなんですよ。そして自分の外側にいる人にアプローチしていった、その結果今の地位を占めているっていうことなんですよね。たまにソフトバンクがね、大赤字でどうにもならない、潰れるんじゃないかなっていうふうなことを言う人もいますけども、まあ、孫さんの頭の中を計り知れることが私たちじゃないですから、表面上で見えてる数字だけで判断したらね、大恥をかくことになるかなと思うんですよ。多分ソフトバンクってこれからね、孫正義さんってビットコインとか暗号通貨どんどん買っていって、そこでまたね大儲けするんじゃないかなと思っちゃいますよね。さあ何が言いたいかってことなんですけども、自分の外側にあるものに依存してもダメなんですよ。自分の内側にあるものが全てです。その一つが情熱であったり、やる気であったり、まあ、信念であったり、ね、気合であったりするんですよ。精神論とよく言いますけども、その精神すらない人が何を成し遂げるんだって話ですよ。その精神があるから繰り返し続行できるし、失敗しても立ち上がるんですよ。精神がなければ、精神論がなければ、一回やって一回成功するものでなければね、もうねやる気を失う人ばかりだと思いますし、実際にそうでしょ、ね、素振りを一回してねホームラン打てませんでしたって、バカチンガーって話ですよ。1万回振ってもホームランどころかかすることもできないかもしれない、でも1万1回目を振るんでしょと。なぜならそれがプロの道だからですよ。プロはやめないんですよ。やめたらプロじゃないんですよ。死ぬ時なんですよ、やめる時は。そのぐらいの気持ちでね、私はやってますんで、かかってきてください。